東武雄は日本の俳優である。本名は同じとする資料もあるが、金網昭之助。東武雄と表記に揺れがある。神派のお山としてサイレント映画の現代劇に出演した。身長は五尺一寸、体重は13巻600問目。1878年9月15日、兵庫県八部郡兵庫村に生まれる。旧姓。 高等小学校を卒業し、1900年、新派の俳優、福井も平が主催する一座に入門する。当時、同劇団は神戸市の歌舞伎座で公演を打っていた。娘役で初舞台を飾り、以降、小山の舞台俳優としての道を歩む。1915年、映画界にデビューする。その後舞台での活動に戻り、1917年、 大阪の山川工業部、天然食活動写真を経て、東京の日活向島撮影所に入社する。同撮影所で、立花帝次郎、後の映画監督、絹笠邸の助らと共に、お山のスターとなった。1922年11月25日、同撮影所のトップスターの藤野秀夫以下13名に、連座し、日活を退社する。同年、東京、 巣鴨の国際活営に移籍、翌1923年まで国活での出演歴が残されているが、以降の記録はない。ありがとうございます。